10期生密着動画いかがでしたでしょうか。いや、分かっちゃいましたね、ついに。私だったんですよ。いや、めっちゃ緊張する。あ、また言っちゃいます。じゃあちょっとコメントを読んでいきたいと思います。何来てるかな。合格おめでとう、ありがとうございます。ほんまにありがとうございます。もう自分でも信じられなくて、その時もう何が起こったんやろって感じでした。すごい嬉しいです。めっちゃ緊張する。ちょっと落ち着きますね。アイシャン、アイシャンです、ありがとうございます。社員さん、あの私ショールーム配信でラジオ配信をさせていただいてたんですけど、その時にあの見てくださった方、応援してくださった方に感謝を伝えたくって、でもあの一回落ちちゃったので、あ、それその夢叶わなかったんか、叶わないの辛いなって思ってたら、まさかこうやってね、伝えれることができたのでめちゃめちゃ嬉しいです。本当にありがとうございます。いや、大丈夫かな、なんか言葉が。いや、よかったね、ありがとうございます、ありがとう。謎が解けました。そうですね、今回の回が今回の回なんか変やな日本語。ね、解けましたね、ようやく追加メンバーの謎が。そう、ロゴがシルバー、そうなんですよ。 T シャツのね、あの毎回ヒョウ柄、ピンクだったり黄色だったり紫だったりっていう T シャツだったんですけど、なんと10期生はシルバー、なんかホログラム、なんかキラキラしてる感じで、なんかただのシルバーじゃなくていろんな色が入ってるやつで、その角度変えたらいろんな色が見えてめっちゃ可愛いんですよ。特別感勝手に湧いちゃった。いや、アイドルになった瞬間やな。そうなんです、もう本当に信じられなくて。3人でその集まった時にそのお話だったりとかで、レッスン室にまた集まった時に3人で「え？」みたいな「そうなん？」みたいな「この3人やったんや」みたいな感じで、めちゃめちゃすごい感動の再会というか、もうよく頑張ったねーみたいな感じになってました。いやー、もう思い出しただけですごい涙が出そう。もうこの映像を見てまた思い出しちゃって、感極まっちゃいましたね。見てる途中ですごい熱くなってる。会社よかったね、ありがとうございます。いやー頑張れていっぱい生きてありがとうございます。いやー嬉しいなー。独特な動作の子たち、めっちゃおもろかった。面白かったですよね。あの個人的にツボだったのがこの動き。ダンスめっちゃ頑張りますって、めっちゃ可愛い。好きなんです、ああいうところが。そうです。いや、もうみんなもね、合格した時泣いちゃってましたよね。それ泣いちゃいますよね、嬉しいもん。めっちゃ緊張する。ちゃんと映ってる？映ってますかね。何話そうかな。ちょっとどうしよう、ほんまに緊張してます。また言っちゃいますね。
愛さんアイドルになってくれてありがとう。いえ、こちらこそ本当にありがとうございます。あのショールーム配信の時、あのラジオ配信してた時 にもね、見に来てくださいましたよね。ありがとうございます。ありがとう本当にありがとうございます。会えてよかったよ。あ、私も会えてよかったです。ありがとうございます。本当に会えてよかった。すごい、もうん動き変よ<笑>いや、面白いコミカルな感じがねいいんですよ。いや、どうしようどうでしたかどうでしたか。なんかその合格、その場で金子さんが合格者の名前を言ってくださった時に、私の名前はその時は呼ばれなくて本当に絶望で帰りに雨降ってたんですけど、もう傘させないぐらい落ち込んじゃって、で母が迎えに来てくれてたんですけど、母に泣きながらダメだったみたいなでずっと泣いてましたね。もうその後は母と頑張ったねっていうことで串カツを食べに行きました美味しかったです。でもね、串カツ食べてすぐダイエット始まっちゃったんですけどいやでも、よかった。あ、でもな、でもでもばっか言ってる、すいませんなんか辛かったんですけど、でもいい思い出というか、ほんと忘れられない思い出になったので、よかったです。すごい、でもほんとジェットコースターみたいな感じでした、感情が。あ、落ちたー、あーってなってたんですけど、なんか合格みたいな、追加みたいな信じられないって感情で、もう本当にしばらくずっとこんな感じでした。本当信じられなくて、そのなんか夢だったんじゃないかとか次の日の朝起きて、あ、これ合格したのって夢の話だったんかなとかあれ、これ何の記憶みたいなそんなこと報告されてないよねみたいな感じで、もう全然しばらく信じられなくて、母にも何回も「歯医者って合格したんよね、合格したん?」って何回も聞いてました本当にそれぐらい信じられなくて、でも本当に嬉しくて、今でもその感情が鮮明に言葉が出てこないもうめちゃめちゃ鮮明に覚えてます。覚えてるってか、ほんまつい最近の話ですよねいや、緊張しました。めっちゃ緊張してますよ、ほんまに緊張してる、めっちゃ汗かいてるめっちゃ汗かいてるんですよ。え、汗臭かったらすいませんえ、匂いとか伝わらんよな、大丈夫ですよね愛車、そうなんです。あの私のキャッチフレーズの中に、あなたが愛する車はっていうフレーズが入ってて、その時に愛車って言っていただける、言ってもらいたいんですけど、そうなんです、うちの愛車なので愛車とかけて作りました。でも、でもね、これね、周りの子に言ったらあの、え、それでいいのってめっちゃ言われましたえ、そんなんで大丈夫、もっと可愛くなくていいのって言われたんですけど、でも個人的には結構気に入ってるんですけど、どうですかえ、いいですよね、アイシャとアイシャンかけてるのあ、いっぱい来てた。あ、こんばんは、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。安心する声や、ほんまですか、ありがとうございます。あららら、よまる時代に来てくださった方ですねあ、そうなんです、あの
ショールームラジオ配信してた時は40番だったので、よまるちゃんと名前でやってました。よまる再来です。よまる、よまるやで、ありがとうございます。よまる改め内田愛車です、よろしくお願いします。あー緊張するな。ミュウさんにはもう会えましたか？はい、少しご挨拶をさせていただきました。本当に少しなんですけど、またいつかお話しできる機会があったらお話ししてみたいなって思ってます。それめっちゃ緊張する。挨拶しただけなんですけど、もう心臓止まりそうになりました。緊張しすぎて、おはようございますみたいな感じになっちゃいました。今度はもっとリラックスして丁寧に挨拶したいです。いや、え、愛さんかわいいな。え、ほんまですか？ありがとうございます。かわいいやって聞いた？ありがとうございます。こうやって調子に乗っちゃうのがダメですよね。いや、じゃあちょっと告知させていただきます。8月17日、もうすぐですね。NMB48 ネクストジェネレーションライブ2024に、なんと10期研究生も出演させていただきます。イエーイ。よかったらぜひぜひ見に来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。あ、ランキング。よし。よし、そろそろランキングを3位から読ませていただきます。第3位、じゃーじゃん、む、あ、あゆさん。あゆさん、ありがとうございます。ありがとうございます、嬉しいです。第2位、じゃーじゃん、ヴィーナスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。よまる時代にもね、来てくださって本当にありがとうございます。そして第1位、だーちゃん、むーちょさん、むーちょさん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。見に来てくださってましたよね。本当にありがとうございます。あー、めちゃくちゃ緊張する。お名前と、チェキなんですけど、お名前と日付とメッセージをつけて後日発送させていただきます。楽しみに待っていてください。10期生密着動画はこのあと21時30分から NMB48 公式 YouTube でも公開されますので、見逃したという方も、何度でも見たいという方もぜひ NMB48 公式 YouTube チャンネルでご覧ください。今日の配信、すみません、めっちゃ緊張し、すごいめっちゃ熱い、湯気立ってるかも。今日の配信見ていただき本当にありがとうございました。来週の10期生密着動画もショールームにて配信されますので、ぜひぜひチェックし、チェック。今日の担当は10期研究生、アイシャンこと内田愛車でした。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。バイバーイ。